皆さんこんにちは、あさひです。今日はですね、さっきいろいろとコスメとかスキンケアアイテムとかを整理していて、使ってみたいなと思ったコスメをね、こうやってまとめたので、これ使ってメイクしていこうかなと思います。最近買ったものとか発売されたものとかいろいろと混ぜこぜなんですけども、じゃあ早速ベースからいこうかな。まずは日焼け止め塗ってきます。こちらカネボーグローバルスキンプロテクターです。これがね、カネボーの PR さんかながめちゃくちゃ推してくれたアイテムで、なんか外回りをねしょっちゅうしているから日に浴びることも多くって、いろいろとスキンケアアイテムあるんだけど、カネボーの中でもね、別に新しいわけじゃないんですよこれなんだけど、めちゃくちゃよくってずっと使ってるんで使ってほしいっていうことでいただいたんです。 SPF50+ の PA4+、 確かウォータープルーフって言ってた気がするんですけど、しっかりと日焼け止め効果があるらしくって、あ、めっちゃみずみずしい。そしていい香り、カネボーのこの香り好きなんだよな。本当に日焼け止めっていう感じでささっと塗りやすいし、めちゃくちゃ無難に使えるような感じですね。でこの上にベースをね、ちょっと2種類半々で塗っていこうかなと思うんですけども、こちらローラメルシエのピュアキャンバスプライマーですね。こっちがハイドレーティングで、こっちがイルミネーティングです。もともとあるプライマー、ローラメルシエのプライマーがリニューアルして、もともと3個か4個種類があったと思うんだけど、それが2個だけになって、でパッケージも変わってパワーアップしたらしいんですよね。で、イルミネーティングの方がちょっと艶っぽい肌で、ハイドレーティングは保湿感っていう感じで、どっちも日焼け止めが入ってないんだよね、まあ、なのでこのカネボーをまず塗ったっていう感じなんですけど、こっちがイルミネーティングでこっちがハイドレーティングです。質感もまた全然違う。こっちにハイドレーティング塗っていきましょう。すんごいこれもみずみずしい。もう時期的にもそうですけども、こういうスッとなじむみずみずしさのものが本当に大好き。まあ、ツヤ系っていうことなんですけども、そんなにすっごい分かりやすくツヤツヤっていう感じでもなくって、むしろなんか水分含んだツヤっぽい感じっていうのかな。こっちもめちゃくちゃみずみずしい。ファンデーションとの密着感とか質感をより高めてくれるらしいので、なんかね、塗った時こっちの方がちょっともろもろ出たんだよね。でこっちは全然出ない。多分それは完全にさっきのカネボーとの相性もあるかもしれないんだけど、なんだろう、こっちは出ましたね。せっかくこれ使うので、ファンデーションは合わせてローラメルシエのリアルフローレスウェイトレスパーフェクティングファンデーションを使おうかなと思います。これは特に新しいわけじゃないけど、まあ、まずはちょっと合わせで使ってみたいなと思って、これをちょっと乗せてパフで仕上げます。なるほど、わかるかな、この辺もろっとしてるの、ほらここら辺。こっちは全然大丈夫なんだけど、なんかもろっとしてくる、うまくこの馴染んでくれる感じが、この辺とか。他の日焼け止めとかだったら相性もしかしたらこっちでも問題ないのかもしれないけど、なんでなんだろうねこの違い。ちょっとこの辺にもモソモソ感が溜まってきちゃいますね。残念。なんか組み合わせとかもさ絶対あるんだけどさ、なんかの成分とかに反応してんのかね。最初のさメイクの走り出しでベースがもろもろしちゃうと一気にテンション下がるよね。こっち側めっちゃ綺麗、ツヤツヤに。あとこれ、ベアミネラルの CR ハイライターのオパールグローっていうカラーですね。ハイライターにもなるしチークカラーにもなるっていうもの、これを仕込んでいきたいなと思います。色味で言うとこんな感じの、これはお色味でめっちゃ綺麗なんですよ、ツヤが。これをチーク、チークに薄いかな。まあでも入れてみようかな。チークのところ、この流れでハイライトのところ、今少し仕込んで、綺麗。
ツヤツヤリン、ちょっとペタつくかな。でもこれはオイルっぽいテクスチャーを少し感じますね。ほら手元になじませるとすっごい繊細じゃない、ツヤが。ほんのりピンクみがこれはあるけれども、ハイライトとして入れる方が肌色にはすごく合ってるかもね。はい、そしてパウダーもベアミネラルのオリジナルミネラルベール UV パウダートランスルーセントです。先がこんな感じでブラシがついていて、中にお粉が入っていて、もうこのままくるくるとフェイスパウダーが塗れるっていうもので、 SPF25PA2+ なので、持ち運びにもう使いやすいかし、顔テカってきた時とかのお粉でお直しとかにも使えるから、すっごいいいんじゃないかなと思って。これどうやったら開くんだろう、もう勝手に出んのかな。あ、出始めた。ほら、わかるかな、粉が出てます。へー、すごい。あ、すごい、サラサラ。結構しっかり粉が出てます。眉毛描くときとかさ、しっかり私はこの中とかもパウダーではたきたいけど、中までもしっかりパウダーできてる。おー、いいかもこれ、すごい良い気がする。この際のところはさすがにちょっとブラシではしっかりフィットできなかったので、ここをフィットします。うん、ほっぺのツヤはちゃんとあるね。あ、ペタペタするかもな、これは少し。やっぱり個人的には塗るときクリームっぽいけど、さっとこう速乾性があるっていうか、さらっとしてる使用感の方が好きだから、そういうのと比べると少しウエット感があるから、パウダー系のチークとかで上からセットした方が良さそうな気がするので、 NARS の NARS ブラッシュ、900番、こちら使っていこうかなと思います。そう、昔からあるこの NARS ブラッシュがリニューアルして、パウダーの質感がね変わってより良くなったんですよ。これを塗ってちょっと落ち着かせようかしらね。うん、逆につなぎっぽくなるからいいかも。ちょっとどうなるかなと思ったけど、結果的にかなり綺麗に仕上がりました。うん、ツヤ感もとっても綺麗。そうで、メイク始める前にこれ塗ろうと思ったんだ。カーメックスっていうところのリップクリームなんだけど、これアイハーブで買ったんだけど、 SPF15 入っているリップクリームなんですよ。こういうね、こういうやつ、これのチューブタイプを今使ってるんだけど、結構良くて、多分スキーとかさ、照り返しの日焼け防ぐために使ったりするものだと思うんですけど、ちょっとスーッとするんですよね。うん、メンズでも使いやすい感じ、めちゃくちゃいい感じでとろけてくれる。うん、やっぱこれ好きだな。ちょっとあれの感じ、タイガーバームだ、タイガーバームみたいなスッと感と香りがします。そうで、もう一つリップでめちゃくちゃ気になったものがありまして、こちらリップモンスターのクリアトーン肉食モンスターっていうカラーでございます。リップモンスターの処方のままで、より肌なじみのいいカラーがね発売されるっていうことで、もうこれ絶対人気出るでしょ。あ、パッケージも、わかる？ちょっとスケルトンですね。ブラックのスケルトンになってんのわかるかな？あ、ちょっと違うね、ここら辺も。で、色味、めっちゃ可愛い！超絶可愛いんですけど。では、塗っていきますね。いきまーす。ん？ほんとだ。めちゃくちゃ。なんか素の唇っていうぐらいの薄さ、こんな感じ。あ、ほんのりだね。いや、でもこのほんのり逆に良くない？ほら、あ、どんどん血色感出てきた、かわいい。うん、すごいウブな唇っていうか、すごく純粋そうな純粋顔に見えるね。馴染み発色カラーが唇の色と同化、長時間持続、落ちにくい。確かに、もう本当に馴染んじゃった。でもそのコンセプトで言うならもう完全にぴったり合っていて、私元の唇の色がほぼないので、何かしらカラーをオンしたい気持ちになっちゃうんですけども、だからといって結構明るすぎるとさ、唇だけボンって浮いちゃったりとかするじゃない？これはもうなんかすっぴんで塗ってもメイクしてるってバレないぐらいの自然さだね。
超気に入りました。しかもさ、このぐらい肌なじみが良すぎちゃうと落ちちゃうっていう欠点もあると思うんだけど、それがリップモンスターの処方っていうことだから、唇にすごい馴染みのいいカラーなのにこれが継続持続してくれるんだったらすっごいいいなと思います。いい感じいい感じ。アイメイクからはこのライトでいきましょう。はい、でアイメイクで使ってみたかったのがね、こちらボウブのプレスドアイシャドウウィンディーグリーン&スターゴールドっていうね、反射してたかな、こんな感じのめちゃくちゃ可愛い色なんです。このグリーンもポイントで可愛いなと思ったし、このキラキラカラーもすごい素敵じゃない。しかもこのちょっとした量が絶妙と思って、でこの2色だけでもまあね、こうポイントに入れるような感じで可愛く作れるかなと思うんだけど、こちらエストのノーブルブライトアイシャドウ02番限定色だったかな、これこちらこのカラーすっごい最近よく使っていて、ここにねライムイエローみたいなね、ちょっと黄緑がかった色が入ってるから、これとの相性も良さそうだなと思ったんで、この2つ使って目元作ってみようかなと思います。まずはこの色ベースにして、二重幅ぐらいにこっちを重ねてグラデーション作っていこうかな。っていうかチークのツヤがめちゃくちゃ綺麗なんだけど、そんなにペトペトも気にならなくなったね。これ多分しっかりとあのハイライトを仕込んでるからこそのツヤな気がする。このヌーディーなカラーすごい良くない？これにもちょっとラメが入ってたから、でもう一色を重ねます。これがさ、透け感がすごい綺麗で、ツヤ感も綺麗で、めっちゃ最近気に入ってます。っていうかね、エストのアイシャドウパレット、何気に私すごい好きで、粉質もそうなんだけど、色の配色がすごい好みなんだよね。あと透明感。はい、こんな感じで。綺麗じゃない？で最近ちょっとハマってるのが、まあ、あのこういうアイブロウパウダーとかの明るい色のマットのもの、を下まぶたの涙袋を作るときに先に影を仕込んで、ここの部分に結構しっかりめに入れて、でその上にハイライトを入れることで自然な涙袋のこの影とハイライト部分ができるってカジエリちゃんの動画で言ってて、私みたいに全く涙袋がない人とかだと涙袋の線入れるとめっちゃ不自然になっちゃうんだよね。だからこっちのやり方の方がより自然だなと思ってちょっと試してみてます。で、これがねケイトのアンダーアイファインダーの PK1 番、それこそ涙袋専用のアイシャドウパレットっていうのが、これも限定だったかもしれないんですけども発売されてたので、このハイライトとして入れるコンシーラーみたいな、まあ、接着剤代わりになるようなもの、涙袋のぷっくりさせたいところのラインに入れて、ほら私でも涙袋が発生するの、これで自然に。でこの上にこれのキラキラを塗りたいなって思ったんです。こちらのカラーを、おお、めちゃくちゃ発色する。このところにトン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 、うん、かわいい。で次にこのグリーンをポイントで取って、この水ら辺に入れておこうかな。やっぱり夏が近づいてくるとこういうカラーアイテムを取り入れたくなりますよね。かわいい。ほら遠目で見るとこんな感じ。うん、あ、いいじゃん、嬉しい。なしたまぶただけだとちょっと不自然感あったけど、カラーが入るとマッチしますね、この色味も。でペンシルのアイライナーでまつげの間ちょっと埋めて目元締めます。でほんのり目尻側も伸ばしました。ブルーグリーンとのダブルラインみたいな感じになったかな、うん。でマスカラはこちらエレガンスのカールアメイジングマスカラ、最近のアットコスメの購入品でもご紹介したこちらのすんごいめっちゃ細いこのマスカラ、すでにもう何回かね使ってはみたんですけども、皆さんの前で使うのは初めてなので
しかもこの涙袋メイクを取り入れるようになってからこれを使うのは初めてなので、下まぶたにつかなければいいなと思ってるんだけど、そう、今までのメイクだとやっぱね、下まぶたについちゃったんですよ、時間が経つとね。あ、これもそういうパターンのやつかって思ってちょっと残念だったんですけど、このメイクにしたらちょっとつかずにいてくれんじゃないのかなっていう期待も込めて。ほら、わかります？めちゃくちゃ細いので一本一本しっかりとキャッチしてくれますね。しかもなんか長く見えるというかさ、ボリュームが出て見えない。はい、こんな感じでしっかりとカールキープもしてくれてね、濃さも出してくれて、結構速乾性があるのでささっとやらないとダマっぽくなりやすさもちょっとあるなっていうのはあるけれども、でもだいぶクオリティの高いマスカラだなと思いますね。で、下まぶたもこれで塗ろうかなと思ったんだけど、同じくこのボーブのマスカラがですね、カラーマスカラサハラベージュっていうめちゃくちゃ素敵なベージュカラーのマスカラなんです。見て、こんな感じで結構白みがしっかりとあるので、かなり発色のいいカラーマスカラなんですよね。さっきのアイもそうですけども、このブランド、ポイントのカラー使いがすごく上手 でしかも発色もすっごい抜群なので見せたいなと思って、で今日は下まつげにこのカラーも可愛いかなと思ったんですけど、見てほら、こんな発色するの。真っ白ではなくちょんのりベージュ、まあ、ポイント的な感じで使うのが可愛いのかなと思ってて、ちょっとなんかいつものマンネリしたメイクっていうのを変えたい時にはぴったりな気がしますね。すごい抜け感が出て、めっちゃ使おうこの夏。なんかこのメイクにはリップが弱すぎる気がするので、ちょっと塗り足したいと思います。なんか下地として仕込むっていう使い方としてもめっちゃいいね、今思ったけど。こちらが MAC のマキシマルシルキーマットリップスティックカフェモカっていうカラーですね。 MAC のマットリップも今年リニューアルしたんですよ。すごく滑らかでつけやすくなってるっていうことで、この色とかも合いそうじゃない。うん、すごい滑らか、かわいい色。はい、こんな感じでメイク完成しました。いかがでしょうか。これ仕込んだのがめちゃくちゃ良かった気がしますね。ツヤンとね、張り感がしっかり出てくれて、900番のナーズブラッシュと重ね付けしたことでよりなんかいい感じにお肌が仕上がった気がします。で、今回このハイライトを鼻鼻孔のとことか鼻先とかにも仕込んだだけなんですけども、仕込んだだけでも光ちゃんと集められてるかなと思ったんで追加出ししなかったんだけど、うん、いい感じな気がする。で、7月に発売ですけども、このケイトの新色ももう言わずもがなめちゃくちゃ良かったですね。こうやって重ね付けをする時の落ちにくい下地としてもね、使い勝手がいいかなと思います。で、ボーブのやっぱカラーどっちも可愛かったね。アイシャドウも、まあ、マスカラも、特にマスカラは結構ツボでした私的に。やっぱりこうやってポイントでカラーとかが入ってるとよりマスカラのこのベージュが生きたりとか、ベージュがあるからこそはグリーンが生きたりとか、合わさることでそのメイクの仕上げの相乗効果になるなってすごい思いましたね。久しぶりにカラーメイクめっちゃ嬉しい。あ、パウダーか。ちょっとこれはすごい感動した。私タイムシークレットのプレストパウダーで日焼け止め効果があるものっていうのを最近は使ってるんだけど、それはプレストだけども、これはこっちはブラシっていうことでよりふわっとつくのかなと思ったんですけども、ほら、黙々と意外とちゃんと粉も出てくれるので、トランスルーセントで色味がないので顔以外のところにも日焼け止めとして使うこともしやすいかなと思いましたね。ということで、皆様気になるアイテムありましたでしょうか。ぜひ、購入の参考にしていただければなと思います。ぜひ新しいコスメ選びの参考にしてみてください。最後までご覧いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。